事故現場の異例被サンミシェルド・モーリエンヌ鉄道事故は、1917年12月12日に、フランスサボワ県のサンミシェルド・モーリエンヌで発生した、鉄道事故である。フレジュス鉄道トンネルから、シャンベリ方面へ向かっていたフランス陸軍の軍用列車が下り坂を暴走した後脱線、炎上し、427名以上が死亡する惨事となった。これは死亡者数において、 フランス史上最大の鉄道事故であり、確実な記録のあるものの中では、世界史上でも最大とされる。しかし、第一次世界大戦中の軍用列車の事故ということもあり、当時公開された情報は限られていた。このため現在でも事故の詳細については、不明な点もある。サンミシェル・サンミシェル・ドモーリエンヌの位置。国境線は現代のもので、 事故当時とは異なる。事故のあった路線は1871年に開業したフランスとイタリアを結ぶフレジュス鉄道トンネルのフランス側の取付線である。トンネルのフランス側出口に位置するモダーヌ駅からラプラーズ駅、サンミシェルドモーリエンヌ駅を経てサンジャンドモーリエンヌ駅までは最大34.3パーミルの下り坂が続く急行バイク間である。事故当時は フランスの大手施鉄の一つであるパリリオン、地中海鉄道の路線であった。また、モダーヌから南側はイタリア国鉄が運営していた。当時すでに伏線化されていたものの非電化で列車は蒸気機関車が牽引していた。第一次世界大戦が勃発し1915年にイタリアが参戦するとフレジュストンネルはイギリス、 フランスとイタリアを結ぶ重要な補給路となった。1917年10月、イタリア軍はカポレットの戦いに大敗し、戦線を大きく後退させた。この事態にフランスとイギリスはフレジュストンネルなどを利用して、イタリアに援軍を派遣した。11月半ばには、ピアーベ川の防衛線の構築に成功したことから、フランス軍は12月1日から、 年末休暇を兼ねて、部隊の一部を帰国させることにした。路線の縦断図事故の詳細に関してはいくつかの、食い違う説がある。ここでは特に断らない限りレールパッション氏の B、カリエアの記事による。12月12日19時30分、イタリアからフランスに向かう14両編成の、軍用列車がフレジュストンネルを通過し、モダーヌ駅に到着した。 二十一時十五分には、客車五両と空の貨車からなる、第二の軍用列車が到着した。軍の輸送責任者は、二本の列車を連結して十九両編成として、シャンベリ方面へ向かわせるよう命じ、二十二時までに、入れ替え作業が行われた。入れ替え後の列車は、先頭から順に、PLM の二百三十 c e 型機関車、淡水車、荷物車一両、ボギー客車三両、 二軸客車二両、ボギー客車十二両、荷物車一両という編成になった。機関車、淡水車と荷物車のうち一両のみが PLM の車両であり、他はイタリア国鉄のものである。荷物車と客車の車体はすべて木造であった。列車の総重量は526トンになった。客車はすべて貫通ブレーキを備えていたが、12月1日のモダーヌ駅長の指示により、 貫通ブレーキを使うのは、戦闘の3両のみで、他については客車に分乗した6人の制動手が、手ブレーキを使用することになっていた。ブレーキの点検を行った後、モダーヌ駅の条約が発車を許可し、軍用列車は22時47分、予定より4時間47分遅れて、モダーヌ駅を発車した。客車には、フランス陸軍の九百982名と、 PLM 職員である正堂主6名が乗り、機関車は、ルシアン・ジラール機関士と、機関女子が運転していた。発車後しばらくは、列車はゆっくりと進んでいたが、30パーミルの下り勾配区間に差し掛かった、あたりから加速を始めた。ジラール機関士は貫通ブレーキをかけ、正堂主にも、機敵でブレーキをかけるよう合図したが、速度は増すばかりであった。ラプラーズ駅を通過した時には、 列車の速度は約時速 90km に達していた。この時ジラールは機関車の砂巻き装置を利用して摩擦を増そうとしていたが効果はなかった。ラプラーズの駅員は列車がセーリングから火花と感高い音を立てながら通過していくのを目撃した。駅員はすぐに電話で進行方向にあるサンミシェルドモーリエンの駅に異常事態の発生を知らせた。 この時、反対方向の線路では、イタリアへ向かうイギリス陸軍の兵士を乗せた列車が、モダーヌの方向へ走っていたが、この通報により、サンミシェルで運転を見合わせ、二重事故に巻き込まれることを免れた。乗っていた兵士たちは、最初は列車が故郷に向かって急いでいることに喜んでいたものの、速度を落とすことなく、カーブに突入して、大きな軋み音を立てたことに驚き、 ついでブレーキが効いていないことに気づいて、パニック状態に陥った。脱線の最初の痕跡は、サンミシェルドモーリエンの駅からモダーヌ側に、約1300メートルのアルコ川の鉄橋のやや手前、逆方向のカーブの間にある短い直線区間で、発見されている。ここで、淡水車と後続の車両の間の連結器が外れた。脱線した客車は、霧同士の壁面に衝突し、 続く車両も次々とこれに追突するようにして、脱線、大破した。列車の残骸はおよそ350メートルにわたって散らばった。直後に火災が発生し、30分以内にすべての車両に燃え広がった。速度計が振り切れてしまったために、脱線の瞬間の速度はわかっていないが、時速150キロメートル近くに達していた可能性がある。 機関車と淡水車は脱線することなく、サンミシェルドモーリエンヌ駅の構内で停止した。ここで、ジラール機関士はようやく後続車両が脱落していることに気づいた。モダーヌ駅を発車する前、ジラール機関士はこの列車の運転に反対し、軍の士官と口論していたとする説がある。これに揺れは、ジラールは、自分はこの路線をよく知っており、 このような重い列車で坂を下ることは危険である。車両はイタリアのものであるが、そのブレーキは応急修理をしただけの状態だと聞いているなどと主張した。これに対し士官は輸送は戦争遂行のために不可欠であり、またこれは軍の命令であって拒否する権利はないなどとして運転を強行させた。しかし、このような口論が実際に存在したかは根拠に乏しく、 事故の責任を一方的に軍に負わせるために捜索された可能性が指摘されている。火災については、脱線前の段階ですでにブレーキの加熱により発生しており、木製の車体に燃え移っていた、列車の残骸事故直後、事故車両から脱出した兵士が近くの民家に救助を求め、またサンミシェルの駅からも駅員や停車中の列車に乗っていたイギリス兵などが救助に向かった。 しかし現場では火災が激しく弾薬や手榴弾の誘爆も発生しており救助作業は困難だった火災は翌13日の夜まで続いた線路の復旧作業は12月13日朝から昼夜健康で行われ17日には列車の運行が再開された事故に関する最初の報道は12月15日付の週刊政治シレディマクロットサバイゼアンの これは、軍の検閲が始まる前のことであった。12月17日のフィガロ神は、犠牲者の葬儀に関する司法大臣の発表という形で事故を報道した。検閲措置は1918年初めには解除され、1918年3月16日のプログレイ・デラ・サボイア氏には、比較的詳しい記事が掲載された。カリエアの記事によれば、 1919年3月1日付の軍の報告では、事故で死亡した将兵は425名、内身元が特定された者は148名とされている。負傷者は207名、このほか PLM の職員である制度主2人が死亡しており、これを含めれば、事故の死者は427名となる。サンミシェルドモーリエンヌの市役所では、死亡した。 将兵435名の階級都市名が記録されている。またカリアは死者数が600名とか700名、800名等とする説については根拠がないと否定している。一方イストリア市の JL チャーデンズの記事によれば、事故現場で収容された即死者のうち、市役所に名が記録されているものが424名、身元不明のまま埋葬されたのが三十五名である。 この他病院に送られた後に死亡した者を含めると、死者はおよそ675名とされる。事故の翌朝、サンミシェルで天候に応じた将兵は183名のみであった。リチャード・ボーク・ウィル、ジョン・マーシャルの鉄道ギネスブックによれば、死者は543名、内身元不明の者が135名である。いずれの数値を取るにせよ、これは鉄道事故の死者としては、 フランス史上最大であり、発生当時は世界最大でもあった。より犠牲者数の多い事故としては、1981年にインドで列車が鉄橋から落下した事故で800人以上の死者が出たとされるものがある。しかしこの事故についても死者は500人以下であるというインド国鉄幹部の主張もあり、詳細は明らかではない。鉄道ギネスブックはサンミシェルの事故を 完全な記録のある最大の鉄道事故として記録している。事故の原因については、何らかの破壊活動によるもの、機械的な故障によるもの、人為的なミスによるものの3つが検討されたが、いずれとも断定されないままに終わった。線路そのものには問題は発見されなかった。1918年7月5日から7日にかけて、グルノーブルで行われた軍法会議では、 ジラール機関士と制動主モダーヌ駅の駅長と助役、車両の検査担当者、PLM の地域責任者などが責任を追求されたが、いずれも無罪とされた。脱線の直接的な原因としては、編成中に重い車両と軽い車両が混在しており、軽い車両が前後から押される力が働いたことが指摘されている。火災の原因は、 伝統の故障のため使われていた石油ランプと推測されている。この事故の影響で1960年代頃までモダーヌからサンミシェルドモーリエンヌ方面へ下る貨物列車はラプラーズ駅で一旦停止することが義務付けられていた。ありがとうございます。